今日は4月の19日の金曜日です。フェルン、もう残ってないかもしれないと思って来たんですけど、なんとか少しだけ残ってました。それではやっていこうと思います。ちょっと奥重心かわかんないですけど、とりあえず左寄せで真ん中奥ぐらいですかね、寄せて箱を立たせるのを狙ってみます。これで立ちました。とりあえず手前をまず狙ってみます。バークロスぐらいですね。正面滑るぐらいで入って、お、どうだ、ギリギリですけど、うわー惜しい、落ちて欲しかった。ちょっと位置が微妙ですけど、ここで、いや無理かな、スライドみたいなことはできないんですけど、さっきので一気に落ちて欲しかったですね。少しでもいければ落とせるんですけど、どうかな、いけた、回らないで、あ、いけました。よしよし、横に立てるのがいい感じに作用しました。はい、3手。続いては、初日じゃないんですけど、ミクのヌードルストッパーやっていきます。とりあえず、まあ、右にこれも立てていこうと思います。確か中身は動くタイプだったんで、今どこが重心かよくわかんないですけど、立ててから考えたいと思います。奥がちょっと右に触れたので、奥重心臭いというところで、右寄せ甘めで奥を左に振ってみようかなと思います。前のニノの時に大きく寄せたらすぐ倒れちゃうタイプだったんで、ここはちょっとずつ傾けようと思います。なんかもう次でいけるかもしれないぐらいの感じになったんですけど、ちょっと狙ってみます。少し、ま、手前寄りですね。そこから、右アーム入れて、左が途中で抜けるぐらいの位置に入れていきます。これで、ちょっとダメでしたね。左が抜けてくれなかったです。一回右に戻した方がいいと思うので、左アームをバーで止めて、止まらなかったか。まあ、これでも、ちょっとかければ右にまた立つんじゃないですかね。はい、戻りました。さっきよりも、寄せは強めにして、左に少しだけまた傾けたい。もしくはちょっと倒れてもいいですけど、あ、惜しい。今とっても良かったんですけどね。さすがに落ちると思うんですけどね。ちょっと左寄せ気味で、本体が箱に当たるかなぐらいでちょっと狙ってみます。これで、あ、無理か。ちょっとさすがに無理でした。本体押しではダメそうってところで、ほんとちょっとだけなんですけどね、バークロス気味になるように左奥狙ってみます。左手前ですね。これでちょっと触ればもう落ちると思うんですけどね。うわ、意外としっかりとはまってます。ちょっとはまりが結構ガッチリしてるんで、両アームで箱の真ん中より手前ぐらいですかね、そこをつまみに行ってみます。あ、落ちないか。これでもほぼ落ちてるんですけどね。そしたら右アームで箱を立てるように狙っていきます。ちょっと手前すぎたかも。あ、手前すぎたんですけど、これでまあ箱を立たせるようにして、縦に戻すときにそのまま、はい、落ちました。はい、続いては犬やしゃを取っていこうと思います。なんか刀を持ってる上半身が奥にありそうなので、奥左寄せで狙ってみます。あとはちょっと寄せて手前が触れるかどうかですね。かなり寄せるんですけど、寄せすぎてもダメなんですが、これでおお、いい動きですね。ちょっと裏か表かはもう受信わかんないんですけど、表なら本当は右に倒したいんですけど、そうすると移動制限に引っかかってしまうので、ここはもう奥に倒すのを狙います。ここはもう運が良ければ倒れるかなって感じで。若干怪しいですけど、まあ倒れてはくれました。ちょっとハマりが深すぎて怪しいんですけど、横移動ほぼ初期位置でスライド狙いやってみます。アームが届いてれば、箱下に行けるんですけど、どうかな？届いてないですね。ちょっとだけ、右に移動させてから、今度は入れてみます。で、左の爪が箱下に届けば、それで引っ張ってっていうのがあるんですけど、届いてないですか？
右爪が入ったけど、大竹さんこれはダメなんですよ。で、箱下にアームが入んないので、バークロスで、右側をちょっと、なんでしょうね。つまみ上げるような感じ。で、どうなるか狙っていきます。お、動かない。まあですか。まさかの全く動かないってパターンだったんですけど、右爪をバーで止めて、そうするとちょうど角を取れるので、それで狙ってみたいんですけど、うわー、ミスってる。これ多分同じですよね。お、動いた。動きましたね。手前の狙っても多分もう落とせないので、奥右寄せで狙います。またもう一回あれ、バー停止狙いなんですけど、今度は成功してほしい。これは、バーは、ちょっとかすっていったんですけど、右奥多分角引っ掛けられるはず。これで、お、お、お、落ちたと思ったけど、あとちょっとでした。いや、落ちた。時間差。落ちました。めちゃくちゃゲームで、ファシリティフィギュアーズミクのジムデートっていうのをやっていきたいと思います。1かと2のが出て、結構テンポよくどんどん次が出ますね。とりあえず奥、左寄せで、加工停止決まってどれぐらい動くかです。かなりパワーは入ってるみたいです。とりあえず縦ハメしてもあれなので、横ハメ、あえてやってみようかなと思います。こういう細長い箱でパワーが入っていると、まあ、横ハメしても落としやすいので、こういう時は無理に縦ハメしないでも、横ハメで素直に行ってもいいかなと思います。右横の角もう少しでバーの手前出そうなんで、一旦手前を狙って少し横にすることで、多分右奥はバーの手前に出るので、そうしたらもう一回奥を狙おうかなと思います。もうちょっと動いてほしかったですね。もう少し動かしたいので、もう一回手前に入れます。これぐらいでいいんじゃないですかね。バーの手前ぐらいに両アームで入れて狙っていけるといいんですけど、ちょっと加工停止してますね。これで思ったほど右奥が出てくれないので、ちょっと手前そのまま横に引き受けてみます。うわー、マジか。手前本当にちょっとだけ押して、で、右アームを差し込んでいけば入るはずで、手前がまあこのままハマってもいいんですけど、箱が長いので終盤ちゃんと押さえ掛けが使えるので、このまま手前をはめちゃおうと思います。ちょっと手前寄せで動きがなくなったので、若干、奥気味から狙います。かなり押しが強いですね。これこのまま取れちゃうかもしれないです。こう押し星の生きている台だったので、かなり進みました。あともう一回押さえ掛けすれば取れるかなと思います。星が強いと思ったんですけど、やっぱ止まるのも早いですね。箱の表面あんま滑らせると止まっちゃうっぽいんで、手前寄りから入れます。これでもう落ちるんじゃないですかね。うわぁ、少しは動いてます。押さえ掛けができないので、ちょん押しでバー停止で左だけ入れます。まあこれだと多分縦ハメの方が早かったかもしれないですね。でもまあ十分だったハメで取れるのでこれでいいと思います。じゃあディーゴでミクのヌーストやっていきたいと思います。まずは左寄せで左奥狙ってみます。サイトにもあれば、取り比べみたいな動画にできたらなと思うんですけど、奥抜けました。仕切り直しでそれで左寄せでバー停止決めて動かしていきます。かなりパワーは入ってるように見えますね。間幅も広いような感じがするんで、これで左に倒れるかもしれないですね。ちょっとバーで止まったんでわかんないけど倒れましたか。どうでしょうか。回るか。角度をつきすぎてるんで、左寄せ甘めで奥を少し回します。本体が角で止まって、そうですね。これで角度を斜めにします。動けませんでした。もう一回奥入れてみたいですね。どうだろうな。動いてほしいんですけど。回ってほしいですけどね、箱が。ちょっと寄せ強めなんですけど。まあ動かないな。
左はパワー強いと思ったんですけどね、そんなことないんですか。寄せ強めで動きがあるか。お、寄せを強くしたら動けました。角度的にはめっちゃいいですね。刺せないかな。箱の表面滑るぐらいで入れていって、これで、あー刺さんないや。角度すごいいいので、このまま刺して終わらせられないですかね。左寄せで奥に刺しに行ったんですけど、滑って抜けましたね。あ、じゃあこのまま回せれば。回って、おーすごい動いたけど、めちゃくちゃ動きました。このギーゴでこんなに回るのかなり珍しいです。右下ミリ残しなので、あとは、箱をこすればと思ったんですけど、もうちょい奥かな。寄せをちょっと甘くしてバー奥狙いでいきます。箱の背面を少し撫でればもう落とせると思います。あーすごい、マジか。これで粘る、粘られたのでもうちょっとだけ寄せます。あ、コンパスで落とせました。なんとか奥を回せてよかったです。回答を着てみたんですけど、ミクノの様子とはペラ輪だったので取り比べにならないのでやらないことにします。ということで、代わりにこのヘブン・バーンズ・レッドのキャラのフィギュアをやってみようと思います。いつも通りとりあえず、まあ、箱が横に立つか試してます。立ちませんでした。今みたいに立ちそうだけど微妙に無理だった時って重心外してる可能性が高いんですよね。なので少しさっきより手前寄りに入れています。これもまあ箱のほぼど真ん中ぐらいですね。で、そうすると立つかと思ったんですよね。無理かな。もうちょい手前で、しかも寄せをもう少し強くですね。さらに寄せを強くしてみました。スライドして入るな。これはさすがにいけるはずです。これで立てれます。よし、来た。さっきの立ちにくさからして裏重心だと思うんですよね。今画面左側です。なので左寄せ強めで手前を右に振って動きます。これもう一度、初期ほぼ初期位置ちょん押しなんですけど、ちょん押しちょん押しで、まあそれでも結構有効線動いてしまうんですけど、とりあえず手前をもう一回振ります。あ、渋いな、渋いなと思ったらバーの奥に入れてみます。もうちょい傾けたいんですよね。なのでまた手前を狙って少しだけ右に振りたいです。もうちょっと動いてほしいです。うん、渋い、ということで手前は、振りにくくなってきたと思うので、特に両爪入れます。これちゃんと左爪かかんないと左に倒れちゃうんで、しっかりかかる位置で狙っていくといいと思います。これで爪がかかってていけそうですね。ちょっと爪がかかりすぎていた気がするので、少し寄せを強めにしています。倒れなくてもいいし、奥が左に一人触れてくれるだけでもいいです。これで、あー惜しいな。そしたら右アームで左に倒しましょう。本体が箱の、何ですかね、平面点ですかね。あれ、やばい、しくったんです。寄せすぎてました。あ、でも結果オーライですね。で、手前が空いてるので手前にひっくり返そうと思います。ちょっと位置的に微妙なんで、どっち行くかな。手前に来ると思いますけど、これで、あれ、手前ひっくり、ちょっと本体で押しつつ右寄せで手前を狙ってみます。外れるかな。結構これ引っかかってると怪しいんですけどね。ダメだと困ります。やばい、引っかかってる。お、向きやっと変わりました。ここまで来れば左奥の左手前の頂点を本体押しできればもう押し込めると思うんですけど、これでさすがに落ちてほしいけど、あれ落ちないな。意外に粘られてしまいました。いやー落ちてくんない。なんでだろう、いつもより手前のか。手前が左に倒すと、まあバーの間にちゃぶ台ができないっていうのは結構リスクですね。俺も粘ってます。全然落ちないじゃないですか。
なんで落ちないこれ。なんだろう、幅的には十分スペースあったと思ったんですけど、これも、いや、なんかもうほぼ平行になってきてるもんな。落ちないな。なんで、うん、おお、落ちた。びっくりした。落ちました。わーい。すごい粘られた。